ほのぼの日本史60秒クイズ。問題。戦国大名が領内を統治するために制定した法律を何という？ A. 自見団、 B. 文国法。正解は文国法。室町期から戦国にかけて戦国大名が領国統治のために制定した法令や規則です。文国法は御成敗式目を土台とし、大名家の家訓がそのまま領国内の法律として通用しました。特徴としては領国内の秩序維持のために喧嘩両成敗や大幅の連座制など厳しい刑罰が制定された点が挙げられます。代表的な文国法には中国地方の戦国大名大内氏の大内家壁書、駿河の今川氏の今川金目録、陸奥の伊達氏の人海衆、武田氏の甲州八都の次第があります。ほのぼの日本史60秒クイズ、次回もお楽しみに。